ひまくすのき剣山、血が近づく、あの島津の猛攻を跳ね返す。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は血が近づくについて紹介していこうと思います。大友宗麟の全盛期以降の大友氏って正直グダグダで収拾つかない感じになってしまいましたよね。でもなぜか家臣たちは粒揃いという不思議な現象が起きています。今回ご紹介する志賀親次もその一人。その勇猛さは敵にも知られ、豊臣秀吉にまで激賞されたと言うんですよ。ではじっくりとご紹介しましょう。大友氏重臣の家柄。志賀氏は南北朝時代あたりから大友氏の重臣格の待遇を受けていたようです。そして時代は下り、大友義明とその息子宗麟の頃、義明が宗麟の弟を溺愛し、家督をそちらに譲ろうとする時代が起きました。それに際して親次の祖父親盛は宗麟に味方し、このクーデター2回崩れの変での宗麟側の勝利に貢献します。ここから宗麟の重臣として存在感を持つようになったのでした。ちなみに親次の祖父とされる親盛ですが、本当は祖父ではなく父ではないかとされています。そして親次の父とされている親盛は兄であり養父なのではないかという説もありますが、ここでは祖父を親盛、父を親盛としていきますね。このような時代に親次は生まれたわけです。永禄9年1566年のことでした。翌年には伊達政宗や立花宗茂が生まれています。家督相続と父の恨み。しかし大友氏はすでに社用を迎えつつありました。天正6年1577年、耳川の戦いで島津氏に大敗し、多くの将兵を失ってしまったんです。これが大友氏の衰退のきっかけとなったんですね。多くの皇族が大友から離反し島津方となり、反乱も起きるようになっていったんです。また宗麟は一応隠居し、息子の吉宗に家督を譲っていたんですが、親次の祖父親盛や父親盛は吉宗と折り合いが悪く、なんと殺されそうになったこともありました。この時は宗麟が取りなしてくれたおかげでその場は収まったんですが、吉宗は気に入らない親盛を排除するため19歳の親次に家督を継ぐように命じたんです。こんな交代劇があったので、親盛は吉宗に対して恨みを抱くようになってしまったのでした。そのことを親次が感じていなかったわけはなかったでしょうが、とにかく今は志賀家をしっかりさせ、主大友義宗を支えていかなくてはという思いが強かったことでしょう。劣勢はまだまだ続きました。島津氏が沖田縄手の戦いで龍造寺高信を破ると、大友、龍造寺、島津の三強の一角が崩れます。大友方は立花道雪や高橋常雲などを島津との戦線へ派遣しますが、ここで道雪が沈没してしまいます。加えて常雲も岩屋城で玉砕してしまい、大友の戦力はどうしようもないほどダウンしてしまいました。そしてついに島津が大友の本拠地豊後大分県へと進攻してきたのでした。あの島津義弘相手に一歩も引かず、天正14年1586年島津は豊後へ進攻してきました。これが豊薩合戦です。ここでなんと親次の父親盛は島津へと寝返ったんです。先ほども述べたように大友義宗へのかねてからの恨みが原因だったようです。父と敵味方に分かれることとなってしまった親次ですが、親子の情よりも主君への忠義を優先しました。親次は居城の岡城で島津方を迎え撃ちます。相手はあの名将島津義弘と島津家切手の名将でもある新納忠元。親次は若干21歳、到底この二人にかなうわけがない
誰もが思ったでしょうが、ここで近津軍は弓や鉄砲を駆使し、なんと島津の攻撃を退けたんです。岡城は周りを川に囲まれた山城だったという利点もありましたが、大友方で落とされなかった三つの城のうちの一つとなったんです。ちなみにこの岡城、滝連太郎の工場の月のイメージとなっているそうです。またこの戦の時に逃げ出した敵の一人が、鉄砲を打ち込んでも滝に落ちても死なないのを見て捕まえはしたものの、運の良さに感服して逃がしてやったという逸話もあります。今クスノキと謳われた武勇。この戦いの間にも大友宗麟は豊臣秀吉に九州征伐を要請していました。そして豊臣の援軍がやってくると、近津はその力も借りて父近則を破り自陣へと追い込みます。主を裏切った父を許せなかったことは第一の理由でしょうが、その他にも父が仏教徒で反キリスト教の態度を強弁に打ち出していたためとも考えられます。というのも、実は近津はキリシタンでドン・パウロの洗礼名を持っていました。近津の母はキリシタン大名でもある大友宗麟の義理の娘でありましたから、その関係でキリスト教との縁があったのでしょう。そして秀吉による九州征伐が完了し、島津も秀吉に屈しました。この際秀吉は近津の活躍を褒めたたえています。それだけでなく、敵だった島津義弘からも今クスノキ、天正のクスノキと称賛されたそうです。室町時代の英雄とされたクスノキ正成になぞらえるとは、近津の武勇が半端なかったことがわかりますね。有能なので主が嫉妬？こうして近津は多くの家臣を失った大友家内でも大きな影響力を持つようになりました。しかし面白くないのが主君の大友義宗。というのも、義宗の息子が秀吉に会いに上洛した時、お供をしていた近津は秀吉からお褒めの言葉を預かったばかりか、大友筆頭の重臣よりも上座に置かれ、他のお供は待たされているのに、近津だけ淀城での宴席に招待されていたからなんです。でもこれ、近津は何も悪くないと思うんですけどね。秀吉はこういう人大好きですし。そして機嫌を損ねた義宗は、近津がいない間に文後からキリスト教の宣教師を追放してしまいました。宗麟の死後、文後ではキリスト教が禁教とされていたんですが、近津は信仰を捨てずにキリスト教を保護していたんです。それも面白くなかったようで。それにしてもこの人、主として器が小さいですよね。突然の転落劇、実ははめられた。そんな義宗の主らしからぬ嫉妬もありましたが、両者に決定的な亀裂が入ることはなく、大友氏は豊臣秀吉の家臣として文禄の役に従軍しました。しかしここで大友軍はとんでもないミスをやらかしてしまったんです。小西行長討ち死にという誤報を信じてしまい、義宗は撤退を決めてしまったんです。そしてこれを進言したのが近津だと言うんです。ところが小西は生きており、撤退した大友軍は仲間を見捨て敵前逃亡を図ったとみなされてしまい、秀吉の大激怒を買ってしまいました。そのため帰ってくるなり義宗は改易処分となり、近津も浪人となってしまったんです。この話に関しては、近津を妬んだ人物による抽象だったという説もあります。確かにこれまでの近津の活躍と武将としての資質を見れば、それもありかなと思ってしまいますよね。その後の近津、浪人となった近津は八須賀家政に仕えました。しかし関ヶ原の戦いの際には、給料復活を目論むかつての主大友義宗のもとに馳せ参じますが、戦に敗れ復活はなりませんでした。その後は福島正則や小早川秀秋、毛利輝元に仕え、93歳から
95歳の時に山口県で亡くなったと言われています。一方では細川氏に仕え、その子孫は明治に至ったとも言われています。文禄の役での進言がもし近継ぐのものだったとしても、関ヶ原でも吉宗の元に駆けつけた彼はやはり主への忠義を忘れない忠臣だったと言えると思います。まとめ。1. 大友氏の重臣の家柄に生まれた。 2. 父が主君の不興を買ったため家督を譲られることとなった。 3. 島津義弘を相手に奮戦し退けた。 4. 武勇を秀吉に褒められ、島津義弘からは今楠木と称えられた。 5. 有能だったので主に嫉妬された。 6. 近継ぐの進言がきっかけとなり、大友氏は改易されてしまった。 7. 浪人となるが、関ヶ原の戦いでは旧主の下で戦った。近継ぐといい、立花道節や高橋常雲といい、どうしてそんなに大友氏に忠義を尽くすのかと思ってしまいます。それもまた武士道なのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。